スイフト XY 株式会社は航空宇宙工学サービスを主な事業としているベンチャー企業。本店は兵庫県神戸市。アメリカ合衆国のスイフトエンジニアリングと神戸情報大学院大学が共同出資し設立された。主なサービスは完全自立行動型ロボティクス技術を活用したデータ提供である。代表取締役会長は 松下博之である。スイフト XI はスイフトエンジニアリングと神戸情報大学院大学が共同出資した合弁会社。経営理念は最先端技術と優秀な人材の相乗効果により社会問題を解決すること。スイフトエンジニアリングの航空宇宙工学に関連した最先端技術の蓄積と 神戸情報大学院大学が保有する ICT、技術者育成カリキュラム及びアフリカ人修了性ネットワークを活かし、日本及びアフリカ諸国に対し、US のリース、保守、ソフトウェア販売、航空宇宙工学分野の研究、コンサルティングなどを展開予定。スイフトエンジニアリングは、アメリカ合衆国の自動車メーカー、航空宇宙工学会社、 1983年に創業し、レーシングカーの設計、製造などを手掛けていたが、2000年に航空宇宙工学分野へと業態をシフト。ノースロップ・グラマン、ボーイング、ロッキード・マーティン、アメリカ航空宇宙局、ガルフストリーム・エアロスペース等、数々の大手主要航空宇宙関連企業の認定サプライヤーであり、自社の生産管理体制により、 クライアントの品質要件に応じた様々な製品や航空機の設計、製造及び納品に実績がある。スイフト社ではプログラム開始から終了に至るまで既存の構成管理方法を使用している。スイフト社の広範囲にわたるプログラム実績は近年高い評価を得ており、プログラム管理技術や品質管理技術において2015年に ボーイング社のサプライヤー・オブ・ザ・イヤー賞を受賞するなど、数々の賞へのノミネート及び受賞をした。スウィフト・エンジニアリングの注目すべき車と航空機。2002年に、無人航空機、バットの開発に成功。2009年に、ノースロップ・グラマンに使用権を売却。2007年にエクリプス・アビエーションより、4人乗り、超軽量ジェット機エクリプス400の試作機開発を受注。 設計、製造プロセスを200日間という短期間で達成。2012年に超高性能 V トール型 UES、スウィフト02イを開発し、カリフォルニア州オレンジ郡に対し、サービス提供を行っている。スウィフトエンジニアリングは、ノースロップグラマン、ボーイング、ロッキード・マーティン、ガルフストリーム・エアロスペース等、数々の大手主要航空宇宙関連企業の 認定サプライヤーです。弊社は自社の生産管理体制により、クライアントの品質要件に応じた様々な製品や航空機の設計、製造、及び納品に実績があります。スイフト社では、プログラム開始から終了に至るまで、既存の構成管理方法を使用しています。スイフト社の広範囲にわたるプログラム実績は近年高い評価を得ており、 プログラム管理技術や品質管理技術において2015年にボーイング社のサプライヤーオブザイヤー賞を受賞するなど数々の賞へのノミネート及び受賞を成しています。弊社は ISO9001AS9100D 認証及び複合材料においてナドキャップ認証を取得しています。また弊社にはナドキャップサプライヤーサポート委員会の投票メンバーも在籍しています。 弊社の品質マニュアル、操作手順、規定書式及び記録書類はすべて ISO9001AS9100 規格並びに複合材料におけるなどギャップ規格に従って作成されています。弊社では AS91002 規格に基づき初回製品検査を実施し、必要に応じてファイ報告書も作成しています。さらに完成品の全体品質を確保するため、 必要に応じて製造作業手順書のキーステップやプロセスにおいて品質チェックポイントを設けている。表彰神戸情報大学院大学は神戸電子専門学校を参加に有する学校法人コンピュータ総合学園によって2005年4月に設立された専門職大学院大学。人間力を有する高度 ICT 人材の育成を 目的として実践的な教育を推進している。ソーシャルイノベーション by ICT&YOURSELF を掲げ、2013年からは、アフリカ、アジア、中東等の発展途上国の ICT を活用した、社会課題解決と、人材育成に力を入れている。表彰2017年愛らし、全国私立大学サバイバル能力ランキングで1位となる。2019年10月8日、 神戸情報大学院大学が JICA 国際協力機構理事長賞の表彰式が JICA 一がやビル国際会議場で開催されました。US とはアンマンドエアリアルシステムの略。スイフトの US プラットフォームが持つ2つの局面とは、事前対策、事後対策例、スイフト t 0 2 0 021はスイフトエンジニアリングが開発した大きな翼に4つのプロペーラを備えた固定翼型。 US VTOL タイプのドローン X ブレードテクノロジーという独自の技術で垂直での離着陸を可能にしている。4年間の研究開発と2年間の実証実験を繰り返し 100km を超える長距離飛行を可能にしている。ありがとうございます。